はいどうも、ビップです。やってきました。ビップです。よろしくお願いします。ビップです。はい、ということで本日なんですけども、セレクション第2弾やってきましたね。もうね、セレクション第2弾すごく待ちまして、僕。まあなぜかというと、皆さんご存知の通り、僕第1弾引いてないんですよ。お金がなかったんです。まあこの第2弾も僕エナジー枯渇してまして、とりあえず30連引きます。まあ右上でね、エナジー見てもらったらわかると思うんですけども、まあ30連しか引けないです。とりあえずこのエナジーでは。で、狙いの選手が引けなかった場合、ちょっと60連頑張ってみようかなと思います。はい。まあサムネでちょっとバレてるかもしれないしね、動画時間で。まあとりあえず画面行きましょうか。はい、ということで画面来たんですけども、一つ言うと、今セレクションで出た選手ってアニバーサリーで出ないんですよね、確か情報によると。なのでちょっと僕一瞬引くか迷ったんですよ。あの坂本選手、なぜかというと特殊能力がチャンス固め打ちなんですよ。なんで降格パーヒでしょ。僕散々言いましたよ、生放送で。坂本選手次出るときは降格打法パーヒだと。嘘ついてるやん俺、怒られるでこれ。なのでね、ちょっと引く迷ったんですけども、ただ筒香選手もね、これすごいんですよ。超アーティスト降格やし、僕称号もつけれますし、だから筒香選手、坂本選手あたりがすごい欲しいかな。でね、セレクションの選手って一番長持ちするんですよ。なぜかというと3200、今言ったら3100の出てる時期で3200が出ますよね。で次出るシリーズ2も3200ですよね。なので、まあ、例えば次来年3300が出た時もまだ3200活躍しますし、その次出た3400の時もまだギリ3200活躍するんですよ。ただこのシリーズ1は3100でしょ。3100はもうきつくなってしまうんですよね。なのでこの3200はすごい長持ちするんで、セレクションは引いときたいですよね。あ、浅村選手も欲しい。西武時代の浅村選手しかいないんで。ただ特殊能力チャンスパーヒじゃないよな。降格パーヒで出て欲しかったな、この店。まあただこのセレクションで出る選手、僕ね結構極みにできますんで、まあ半分ぐらいかな、いや半分もないわ、4人ぐらいですか。筒香、坂本、浅村、山岡、西川、森ですね。はい、そうですね。まあ、極みまではいかないですが。まあ、森選手も取っときたいな、活躍してるし。まあ、長々言っとってもあれなんで、とりあえずガチャ引きましょうか。はい。うわ、五十嵐選手。ただ、能力がね、球種の球の能力が低いんですよね。シリーズ1の能力で出るんで、能力的には多分シリーズ2の方がいいですよね。で、多分巨人のアニバーサリーは丸選手確定しましたね。これで。よし。ちょっとアニバーサリーのメンツ、ちょっとあれですよね。厳しくなりそうですね。これでセレクション結構いい選手出ましたんでね、もう。まあしゃあないですよね。はい、ということでね、早速セレクション10年いきたいと思います。はい、ガチャ動画久々じゃないけど、こう結構マジのガチャ動画久々なんで、 TS の累計も引いてないから、もうこの動画で TS の累計引いちゃおうかな、最後にね。まあ、セレクションの後やからちょっと見応えないかもしれんけど。じゃあ行きます。まあ10連目は S 確定じゃないんで、いやあるよ、10、20が S 確定じゃないからセレクションはきついんですよね。うわ、ないか。50% かな、また30%かな、 S 出た時の。うわー、きたきた、引き固まってきた、引きが固まってる、きた、うわーし、よし、セレクション引いた、よし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 、いやまだある、まだある、久々に確率引いたわ、10連目。あー、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、 30% やって、 30% 引いたー、 50% 引かれへんけど 30% 引いたー、よしよしよし、ごめんなさい、ちょっと声でかくなってますが、やばい、声飛んだ、声飛びました、裏返ってる、ちょっと待ってくださいね。はい、ということで、ちょっとね、もしかしたら声が裏返る時が何回かもあるかもしれません。声飛びました、マジで。じゃあ20連目いきたいと思います。ただまだ狙いの選手は来てないんで、やばい、声おかしい、いきます、よしよし、来い来い来い、あー、ないか、さすがにな、うわー、やばいやばい、まだ喉飛んだ、よーし、よし、やばいやばいやばい、ああ、きゃ、おー、びっくりした、ちょっとやばい、マジで叫びすぎ。これで毎回セレクション確定しました。10連目も確定なんで、よしよし、青柳選手初めて見た、プロスピで、これはやばい、西川選手速攻リアタイのレギュラーになります、これ。うわー、まだ狙いの選手は引けてない、あと森選手と坂本選手と筒香選手ね。60連いこう、引きいい、今日、よし、じゃあ30連目いきたいと思います。こんだけ嬉しいガチャマジ久々っすわ。ちょっと声ガラガラですけど、ちょっとごめんなさいね、本当に申し訳ないです。じゃあ行きたいと思います。まあここはもう安心 VIP なんで。うわ、昨日の生放送のコップも洗い忘れてるし、うわー、カピカピやん、よしよしよし、
なんか2枚引きしそうやな、マジで。乗ってるんすよね。いや、ないか。調子乗りすぎた、ごめん。わー、びっくりした。うわー、来た！うわー！マジか！けど、10連目確定ですから。うわ、山岡選手、かぶらしてくるか、ここで。まあ、消防用で使います。はい。じゃあ、10連目いきます。うわ、なんで？なんでそういうことする？ちょっと待って。引きはいいんすけど、引きが良すぎる。引きがいいんすけど、引きが良すぎる。この2人しかいけんかった。S4 枚出て。マジか。じゃあごめんなさい。ちょっと課金してきます。はい。ということでね、30連分課金してきました。ちょっと狙える選手が引けてないので、もしね、ここでまた出なかったら、90連目もまた次回の動画で考えてますんで、これいつまで ?23。よしよしよし。OKOKOK。またちょっと、キーまたいでやります。はい、出なかったらね、出たらもうここでやめます。坂本選手が筒子選手、まあ両方欲しいな。坂本選手と筒子選手は90連いくやろな。うん、まあ引き固まってますんで、ここで引きましょう。頑張って。うん、引き良すぎるマジで。いきます。声枯れてるわ。今日一番ガチャ動画史上一番叫んでます。はい、ではいきます。なんかここでも来そうやもんな。ほらあるよ。俺ここで長打の逆転サヨナラのチャンスが来た時は S が来やすい。ほらー、ほらね。やべ、また飛んだ。これじゃあ頼むよ。 30%30%。 今日引けてる。来い。なんで、なんでなん。さあ10連目。いや、セレクションで浅村選手出て、どういうことこれ。もしかしたら僕ミキサーするかもしれない。 S 出過ぎてるから。これミキサー何体でミキサーできんのこれ。5でした。いや、もうこれはもしかしたらあれっすね。この次の展開、次のこの S の出る展開によっては、もう自チームセレクションで坂本選手取りに行きますわ。筒子選手でもいいな。いや、筒子選手にしよう。よし、じゃあ、いきます。50連目。じゃあ、いきますよ。今、毎回 S 出てます。はい、VIP。久々に。じゃあ、いきます。これ、長打の逆転。長打、長打。あー、ここで長打出てくれ。ここで1本欲しかった。あー、ないか。まあ、そんな甘ないよね。と言いつつ出てほしい。しゃあない。オッケーオッケー。いや、けどまだ出る可能性あるからね。ちょっとスキップしていこう。ないか。オッケーオッケー。はい、ということでラスト60連ですね。うん、おそらく90連の動画上がるかもしれないですね。はい。まあ、いきましょう。さあ、髪引いてるよ。いけるよ。ちょっと5体とも同じ選手はきついて。2体ぐらい出てほしいな、ここで。ほんまの音やばいわ。いや、いいけど、これもし全部バラバラの選手だったらマジでやばかった今回。じゃあ行きましょう。さあ2枚引き。来た。あー、よし、ということでラスト10連。よーし、よーし。スクショスクショ。マジで神回、これはやばい。はい、ということでね、皆さん、恐ろしいほどの引きをしました。僕セレクションなんと6枚出しました。はい、けど同じ選手が西川山岡坂本でしたね。はい、仕方ないけど、うん。なので90連また次回ね、いつかの動画でまた30連追加したいと思いますんで、そこで出た選手で最後、西川選手はなんとか置いときたいんで、僕山岡選手はまあもう、いいかな。うん、なので画像だけセレクションに変えますんで、で筒香選手をミキサーで取りに行きたいと思います。はい、もうね、安泰です。こんな引きしたらもう安泰ですよ。はい、ありがとうございます。ということで TS の累計引きましょうか。もうまあ多分もう、まあ、お腹いっぱいやぞと、もういいよって言ってる方はもう動画終わってもらってもいいですが、うん、いや最後まで見てお願いします。はい、ここで元木選手出しますんで、いきます。じゃあお願いします。キープします。はい、ということでですね、60連とりあえず終わりました。またね、次回、そうですね、23日までなんで、ちょっとだいぶ先の動画になると思うんですけども、90連の方引いていきたいと思いますんで、90連目の方までね引いていきたいと思ってますんで、ぜひそちらの動画も見てください。まあ今見た感じね、1、2、3、4、5、6と、はい、6枚引いたので、
まあ、あの坂本選手は残しつつ次90年まで引いた動画でまたあのミキサーも考えたいと思います。筒香選手は絶対取っときたいんで、はい、大会のためにもね。はい、ということで皆さんありがとうございました。 VIP でした。